さあ来ました、ゴルフハウスプライベート。隣が唐山さんですね、でこっちが浜寿司環七のね、橋を都心方面から渡ってすぐ左にある浜寿司さんの隣です。はい、どうもアムさん2です。今日はね、鹿浜にできた、ゴルハウスプライベート、新店舗鹿浜店ですね、そちらにお邪魔しております。そこでね、今日僕はとあるレッスンを受けに来ました。まあ、その方はね、まあ、ちょっと入ってもらおうかな。じゃあどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。彼は、メディア初登場ですか？一切これ出ないですね。あ、出ないですか？出ないです。彼はね、あの数々の、アマチュア、そしてトップアマ、プロに至るまでも世に輩出してきた、ゴルフ界のブラックジャックこと、謎のマスクマンです。はい、はじめまして。名前はどう呼んだらいいですか？謎のマスクマンの中からとって N さんとでも言ってみましょうか。はい。あ、やっぱ慣れてないんでね、こういうメディア。どうしましょう。はい、N さん、なんで、なんでもいいですよ、そんなものは。なんでもいいです、マジで。はい、パーカーじゃないんですか？パーカーじゃない、普通のシャツ。何を言ってるんですか？すみません、謎のマスクマン。はい、なんかあの僕の YouTube をどうやら見てくださったらしくて。そうですね、たまたま見ないですけど、それで本当、たまたま開いたら、なんかシャローイングがどうとか。ああ、ちょっと最近のその動画でちょっとシャローイングに取り組むなんていうね、動画出したりしてるんですけど。普段見ないですけどね。あ、普段見ない。普段一切そういう普段どれメディアも、メディアも見ないです。テレビも見ないし、YouTube も見ないです。あ、そうですか。携帯も見ないです。 DMM.com だっけ、ファンザぐらいですか？何すか？何？あ、すいません。見てくれたそうで。そうです。シャローイング取り組んでるっていうかね。あ、シャローイング得意部門ですか？もう俺でやればできるけどね。うん。やらないよ、ね、コースじゃ。あ、シャローイングはやらない。コースでやる、まあ、やってるプロはいるけど、やらないでしょ。やらない。何をやってるんだったら。あ、じゃあ今回僕も、シャローイング教えてくれるってわけではない。シャロー教えてくれって教えられますけど。やらないでしょ。やっちゃダメですよ。あなたの良さ消えてるよ。消えてます。あなたの良さが消えてる。シャローイングによって、シャローイングによってあなたの本来の良さ、ポテンシャルが落ちてるから言いに来てる。あ、すいません、なんかわざわざ。いやいや、本物は見ないと。すごい圧がすごいんでやりにくいんですけど。大丈夫ですか？大丈夫です。わかりました。年上だから俺の。あ、そうなんですか？大丈夫。お願いします。じゃあちょっとレッスンしてもらっていいですか？ここいいですね。あ、ここはやっぱいいですね。あの個室じゃないけど来れないな。あ、普通の、大衆練習場には来れない。来れ、来たら問題だ。バレちゃう。バレちゃう。そうですね。その点、ここはもう、密室、密閉されてる。密室、密閉で誰がやってるかも分からない。最高だね。あ、こんなとこがあると。あ、じゃあ資格とかは持ってなさらない。ブラックジャックだから。あ、ブラックジャック、そうですよね。ゴルフ界のブラックジャック。傷だらけだから、これで。顔に。顔。自打球で。生徒のアイアンとかが生徒から恨まれてるんですね。当たるからもう。シャロを教えるときは危ない、危ないから。近づいちゃうんですか？近づいて教えるから。じゃあ、熱心な指導に熱心なってことですね。そうそうそう。ちょっとやらせていただいてもいいですか？じゃあ、何やるんですか？じゃあ、まずアイアンから。アイアンから。Ready。まあまあ、ちょっとやりましょう。ああ、ちょっとバランス崩しちゃうんですよね。怪我する。まず怪我、そんなアマチュアがそんなことで怪我する。あ、こんなスイングしてたら怪我しちゃいます。もう腰痛いだの、首痛いだの、いつも言ってるじゃないですか。あ、いつも知らないけど。知らないですか？言うでしょ。ストーカーさんですか？ストーカーだろお前。言うでしょ。
あ、まあ、そうそう、よく首痛い。この辺に立った方がいいかもしれない。この辺がいいですか。うん、いいの立って。あ、どうも。なんですかそれ。なんかね、準備してください、それ。あ、こっちのタイプのマスクも。これは外でやるときに。外でもしレッスンしてくれって言われたら。こっちのタイプのマスクも用意したってことですね。輪郭わかんない。見えない。サムネこれします。見えない。見えない。これぐらいないんだね。これぐらい見てくれないと。こっち立って。これで傷だらけになっちゃう。これ変わると傷だらけになる。あれのタイム用意したんですけど、今日はストレート行こうと。はい、ブラックジャック。今日他の目がないからね。なるほど。気にならない。気になっちゃう。気になるときはそっちでやる。気になるときはこっちでやる。で、どうしたらいいですか、僕もそういうの。そもそもやっぱ体使いすぎなんだよね。ああ、でもそれは結構いろんなプロの方に言われます。髪の長いのにも言われてるでしょ。え、何？髪の長いの。髪の長い、うん、誰だ？なんかたまに、うん、見ないけど、うん、たまに一緒にやってるような髪の長いのに言われない。どうやさんかな。ちょっとわかんない名前とか知らない。さ知らないけど、まあ弟子だけど、ね。あ、え？知らないけど弟子だけど、ね。あ、どやさんも、うん、あまあまあまあ俺がマスクマンが多少はね、多少も。あ、指導したことあるんですね。まあ過去にね。ああ、本人は覚えてるかわかんないけど、まあ、どやさんにもやっぱりこう、結構僕は結構体が動いちゃうタイプなんで。動きすぎ。躍動感が、うん、あっちゃうんで、もっと手打ちしろと言われます。で、過去にもグレーさんとかにも言われたことありますね。グレーさんってのは？グレーさんってのは？いや、プロですね。あ、プロいいな。何？もう一人で髪の長いのとグレーさん。そうです。髪の長いのとグレーさんに手を使えて、手を使えて言われますね。まあ、50点だね。あ、でも穴がち間違いない。穴がち間違いない。悪くない。悪くはない。で、何してるんですか。初めて初めて何初めてなわけないでしょ。お前、初めて違う動かないでやってみましょうか。うん、動かない。あんまり、まあ、気をつけ、まず基本は気をつけ。足なんて開かない。足開かない。足開かない。あ、この状態でスイング。それでちょい。ああ、素晴らしい。それがあなたの本来のポテンシャル。でも これで打つと、うん、体使えないから。どうでしょう、映像見てよ。膝動いてる。見てごらんなさい。これもう一回再生できる。うん。Ready。 あ、もう一回再生。Ready。 すごい今レッスンプロっぽくなってましたね。いくよ。うん。いいか。うん。膝に注目ね。足閉じて。うん。言ってるけども。うん。いきますよ。映ってっかな、お前。大丈夫になんない。まあ、膝動けて。全然動けてんだよ、あなた。なんかスポーツ、バスケかなんかやってなかった？あ、バスケやってました、わかります。動かせるの、そう。うん、俺、バスケにして大体こうやって動かせるから。あ、そうなんですね。うん。躍動感でしょ、気をつけしに。あ、じゃあマイケル・ジョーダンも教えたことを。マイケル・ジョーダンぐらいなら、聞きに来たことあったかな、うん、向こう側から。うん。ちょっと記憶、さらにね、あの程度だったら、ゴルファーとしてはそうでもない。ブレジデンスカップの監督やられてましたけど、マイケル・ジョーダン。やつだ。でもこう、素人でしょ。そうですね。まあまあ、プロではなかったかもしれない。でも、あとしっかりこう手を使う動作入ってきます。入るんですね。大事にしないんで。そう、ほら。もうデスムーブ消えちゃったよ。デスムーブあったんですか？デスムーブがやっぱその本番の時に、うん、あなたの場合は体重移動しすぎちゃったりして、うん、ダフったりしてるんですよ。してますね。してるじゃん。ジグフレ起こしてるだけですよ。うわぁ。ここの施設いいね。ボールの飛んでいくのが同時だね。うん、あ、本物っぽい。ラグがない。ラグない。うん、いいですか、ここのゴルフスプライベート。ここの施設も誰が知らないけども。頭の位置つったんだよ。うん、どうだったか変なおじさんだったけど。じゃあ次。次。うん。もうちょっと手使ってから。あ、まだ手打ちが足んない。いや、確かに、うん、当たりは悪くないんですけど、全部右飛んでるなっていう。俺もね、捕まえきれてないなっていう。ここに置いてあると思ってた。うん。ここになんとこんな素晴らしいものが、このバランスボールですよ。あ、練習器具的な？はい。バランスボールで。まあちょっと最初危ないから、ここに。うん、
当たんないといけないから、うん、あなたみたいな素人だと、うん、これをこうやるわけですね。じゃあ Ready? 違いますね。こちら、あ、まあまあ、あ、ありかも。どういうわけよ、ちょっと。いや、正座ですよね。いや、なんかバランスボールってなんか、うん、こんなことやる。そう、こんなことやる。ありかも。あ、よくね、それで売ってる。ファンの動画では売ってますよ、それで。ちょっと危ないから、このボール。いや、結局、こう、滑っちゃう。あ、滑っちゃう。うん、いや、それで思いっきり今座って、こう、足を開いて。足を開いて。しっかり足開いて。はいはいはい、もっと開いて。もう、外向けて。四股踏む課題で、そう。ああ、四股踏む体勢、これはもう絶対下半身使える。お相撲さんかなんかやられてました？相撲はね、二十歳まで。で、逃げ出した。うん、相撲部屋を逃げ出した。どう？ちょっと近いな。はい、近い。これちょっと、俺のボールはどこ行くか危ないやん。うん。あ、このテニスボール。はい。はい、これ打っちゃいいんですか？あ、打ってください。うん、いいね。あ、1回。4球。オッケー。うん。どうぞ。あ、しっかり手使えるな。そう、手しか使えない。手しか使えない。あ、これがいいんだ。うん。すみません、これがいいんですね。そう。ちょっとさっきからなんでタメ口聞いてるのかわかんないけど。どう考えても年下っぽいんで。お願いします。うん、お願いしますじゃない。そうやって来るんで、健康で来るんで、俺も年下なのかなと思っちゃうんですけど。うん、やっぱうまいね、さばきが。あ、さばきがうまい。やっぱさばかないで、ボールは。いや、やっぱね、もともとさばき系だったんですよ。そう、いや、もうさばいた方がいいって、本番こそさばかない。もともとさばき系だったんですけどね、うん、ここ数年、やっぱいろんな情報が YouTube から入ってきて。よくないよね。体重移動1枚もないのよ、うん。こうやって右に乗ってねとかね、うん、骨盤右に乗せて、うん、体重移動するじゃん。うん、で、左に乗って、うん、左に乗って、うん、クラブが後から来るって。うん、これ当たり前なんだね、うん、当たり前なんだけど、うん、じゃあ例えばこういうね、うん、ラインの時とかゴルフ場行った時、あ、まあ、平らなところなんてティーグラウンドしかないですからね。そう、うん、プロも結局トッププロもだってあんなアンジュレーションの中で、うん、じゃあこんな綺麗に乗ってもういけないですよ、うん、ああ、まあ確かに、でしょ。だからその時何してるかとかさばいてるんですよ。あ、結局さばいてるんだ。でゴルフ場の9割が平らじゃないから、オークヒルズとかも、はい、ティーショットからもう平らじゃなかったですよ。まずティーショットをディスると怒られるっていう、なんかマナー講座受けたんですよ、変なおじさんに。うん、だからで、そいつがパーカー着てて一番ディスられてた、うん、あいつはまあまあうまい。あいつはまあまあさばいてるから。さばいてます。さばいてます。かいくさばいてます。かなりさばいてます、はい、うん。だからあれ手打ちだとかよく言われるんで、はい、言われてたけど、うん、コメント欄見たら。見ないけど。さばきの罰を与えてる。そうそうそう。さばいてて、さばいてる方が本番に強いの、うん、なるほど。もうこんなラインしてたって手さばいちゃう、当たっちゃうんだから、うん、こんなラインしてたって手さばいちゃう、当たっちゃうんだから、うん、確かに彼はラインが強いです。そうそうそう、変なラインなのに何であんな打てんだろうなっていうのは、うん、そんなこんなラインなのに体重移動してイエーイエーイってやってるから、うん、当たんないね。ああ、なるほど。いや、僕も昔はさばき系だったんですけど、やっぱどんなライでもやっぱ正しいスイングしなきゃいけないって思っちゃうんですよ。あ、芸術家だ。それはあなた芸術家だから。芸術家だから。綺麗にしたい。どうしても綺麗にしたい。あ、なるほど。自分の形を綺麗に保したい。ああ、またそうですね。そうした方が正しいと思っちゃってる。そう。その脳を変えたい俺は。違うんだ、うん。プロは言わないからね。あ、なるほど。プロはなぜか。うん、なんおままの食い上げよ。ああ、そうだよね、うん、正解を教えちゃったらもう正解を教えちゃったらおまんまの食い上げだから、自分たちで手でさばいてるくせに、うん、あの髪の長いのだけちょっと手でさばいた方がいいんじゃないかって言い始めたけど、ああ、あの髪の長いのも気づかないんだ、名前分かんないから気づかないんだ、うん、やっと。だからそれちょっとぜひ、ね、うん、あんまこれ以上言うと気慣れそう。そうですよ、なんかそんな本当のこと言ったら生徒が来なくなるレッスンなんて1時間で終わりだなんて言ってるやつじゃないです。言ってないっす。お前なブラックジャック。さばく、ああ、さばけてる。で、これ左って正解だからね。あ、左なぜか分かる、なぜか分かる、言ってごらん。え、言ってごらん、なぜか分かる。左って正解は、ライ角だ。ライ角、ハンドダウンしてるから。なるほど。今、当たり前でしょ、うん、クラブこんな角度してるんだから。こんな角度してるんだから。これで右に行ってるじゃダメよ。うん、そしたら、ワンビラキってことでしょ。ワンビラキってことでしょ。うん、フェイスさんと書いてる、うん、そういうことよ。あなた、才能あるね。レディー。ボールそれで打ってたら大したもん。これだって、うん、どう考えてもシャンクしかしないじゃん。うん、そうそうそう。しないのよ。しないんだ。しないのに今の画面できてるの。あ、できてんだ。できてます。
それをみんなだ、これはね、ハンドこの、俺って言ったら、手元浮いちゃうの。だから俺、これやってても浮いちゃうから。うん、こういう練習できる施設最高ね。東洋寺だから最高あるねっつうあるねって。こんなん、外の打ちっぱなしできないの。これはできない。これ置いてくれてるわけよ、こういうの。こんなんね、車から降りてバランスボール持ってこれバーンなんて置いてるなんていないから。いないね。車にバランスボール出てたらもう、家族に怒られちゃうでしょ。怒られちゃうでしょ。オーケーオーケーオーケー、うん、当たれば自由、さばけてる、うん、さばこう、もっとさばいたほうがもっとさばいた、うん、確かに、うん、確かにこうなっちゃったら、うん、ここでこう回してない気がします。レディレディ、オーケーオーケーオーケー、うまいね、だいぶうまい、いい、これでいいんだ、これでいい、で、まあこれちょっと外するじゃん、うん、ね、引いて引くもん、引くこれだから転がんねえもん、あ、なってんだ、椅子になってる、椅子になってんだ、椅子、これ、ここのオーナーを選んでくれ、うん、素晴らしいオーナーですね、そうです、あれいいですか、あのえそのインパクトバック、インパクトバックも、あ、だから結局インパクトバックはそういうことでしょ、あ、どういうこと、 M エムヒロさんとかもやってる、 M エムヒロさんそういうことでしょ、だからこれって別に体重移動とか、うん、そういうの意識しないでスパーンとその本来の人間の動きと道具の関係性をそう自由にこうやれってことでしょ、こうやって、あ、なるほど、ほら、うんうん、ちょっとグラグラしすぎやぞ、なんでそんなグラグラするの、なんかこうやってグラ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 したらしいじゃん、どん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 、ちょっとそれで動かなすぎた、これちょっと遠藤エミフルさんに聞いて何が正解かマジわかんない、いや、まあこれはそのまあ叩くっていうの、叩くっていう、だからちょっとそれは俺が下動かしていいのかとか、こうなっちゃダメ、そうダメじゃん、こうはこうは叩かないよねって、うん、そうだね、うん、ここ叩けって言われたらこうは叩かない、だから普通に、うん、こうなるよねっていう、ちゃんと、うん、あのこういう動作が入るよねっていう、ここのオーナー M. M. ヒロさんのあれを受けてるから、こういうの、あ、なるほど、置いたんだからね、これ、あ、ここ、そうなんですね、うん、でもこれを踏まえてもスイングってことですか、それを踏まえたら、これを踏まえて、じゃあ前にちょっとやってみましょう、最後おさらい、総括、おい、いやほら、235までいったでしょ、全然距離、うん、まあ、まあ、両足を広げただけで、まあ、自然と体重移動も入ってる、そう、これでも入ってる、入ってるし、膝の動きもあなた今までやってきちゃってるから、でもそれでいい、その底の動きまでは、あの止めない、なるほど、うん、今自然にできてる、今まで動きすぎたものが自然になってる、自然に、うん、僕ら動かす、でもかなり動かしてないつもりなんですよ、うん、でも動いてる、でも動いてるんだ、非常に本番に強いスイング、うん、なんか今映像を見てもなんかすごいシンプルな、うん、シンプル、これね、70打たないの、70打った60代、うん、毎回打つようなスイングじゃない、マジで、うん、ラインにも強くなったし、これで、あ、アベレージ60代、アベレージ60代、山下美宇ちゃんと一緒、そうそうそう、山下美宇ちゃんぐらい、ええな、いい時のイボミみたいな、いい時の新人みたいな、ほら全然チーミングないこれ。いや、あともうしっかりあのそのフィニッシュも取れるし、うん、そう、その通り、まっすぐしかいかない、まっすぐしかいかない、あ、まあ、いつもよりかなり手打ちな感じだけど、うんうんうん、ちょっともうあの韓国人風な、あ、いいね、シンプルでね、あ、どっちかというとそっち押しですか、韓国の人はいいスイングする、手でさばくよね、うん、手でさばくっていうか、いいバランスのいいスイングする、バランス、うん、うん、でも手だけじゃないけどね、うん、あ、じゃあもう今日ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ手始めに。手始めに。うん。じゃあ、あれ、出ようか、俺、こういうメディアに。出ちゃおうか。あ、なんかちょっと、調子乗っちゃいました。ちょっとね、あの悪い気がしないか。いや、でも、なんかすぐそういう YouTube とかで調子乗りそうな感じには見えますね。失礼です。失礼よ。あ、すいません。調子乗りそうって。失礼。失礼。俺、本当にこれは俺、絶対あれ誰って言わないでしょ。言いますよ。知らないですもん、あなたの。そうですよね。うん、正体絶対知らないですもん、ね、うん。会ってないしね。来、うん、ろうか。うん、来る、うん、いる、あ、ちょっと、俺の手探り。ちょっと、見るじゃあ、ちょっと。俺の手探り見に来たら。Ready。おぉ、ちょっとダブらせて。ね、うん、あ、このアイアン
でもゴルフ場マナイハン。マナイハンっていうかもう無理でしょ、そんなの。無理、うん、カジサックさんのタオルが限界してる。ゴルフ業界で。だまずいね。カジサックさんの頭のタオルだけが限界っつうんだ。確かに。ゴルフの限界。それやったらもうマジで終わる。終わります、うん、やめましょう。じゃあありがとうございました。とんでもない。こちらこそ。いい説を。いい説を。肌を待って、ね。また今後ね、出てくれるかもしれません。うん、ありがとうございました。どうぞ。ちょっとサムネ読んとろ、これ。はい。俺の音